ヒランダル修道院は、ギリシャ英ー界の聖なるヤマートス山の半島にある、セルビアの修道院である。ヒランダルに研究した最古の文献は1015年の、ものである。1165年までに、修道院は放棄され、取り壊された。1198年にこの修道院はビザンチン、帝国支配下のセルビアオーステファンネマニアの管理下に、置かれた。 修道院は14世紀に大幅に拡張された。修道院は1722年、1775年、2004年に全焼した。2004年3月の最後の火災では、建物全体の55%が被害を受け、再建に5年の歳月と2350万ユーロの費用を必要とした。ヒランダル修道院ヒランダルに住んだチェコ層。 サバチランダーラックが1911年に英語でアトスさんについての広範なモノグラフの本を書いた。オブノバ・ヒランデラ・ピアニッシモ 17ISBN978 から8670255043オブノバ・ヒランデラ・ピアニッシモ 23ISBN978 から8670255043 オブノバヒランデラ、ピアニッシモ、24、ISBN 978から8670255043。ありがとうございます。